括弧2です。60度で CUSO4 飽和水溶液 100g 作るには CUSO45 倍の H2 を何 g 使用かという問題です。まあ、一んに行こうと思わないのはコツですね。まず具体的なところで出しましょう。飽和水溶液 100g、これけわかんないよね。もっとわかりやすい60度の飽和水溶液を考えると60度の飽和水溶液を考えると水 100g に えー、硫酸,は硫酸は60度は 60g40g 溶けますね、CUSO4 は 40g 溶ける、だ合わせて 140g です、えー。ですので、もし6 0度,度の飽和水溶液、140g あったとしたら、全体が 140g ですからね、140g あったとしたら、そのうちの,の,の 40g が、 40グラムが CUSO4 の質量ということになります。まずいいかな。こういうところで、水100グラムで考えるとそう、溶解度っていうのは水100グラムに何どんくらい溶けるかだから、えー、例えばね、水100グラムのこ場合を考えました。そうしたら水140グラム中には CUSO4 は40グラム溶けているということが分かります。 で、問題の方に移ります。まだそんな本番ではないです。じゃあ、140g に対して 40g で溶けるので、100g 作るには、この 100g の中には CUSO4 が何 g 溶けているか。これは比でいけそうですね。いきましょう。140g の飽和水溶液、え硫酸銅水溶液の中には 40g の40、40g ない方がいいな、4 0ムの硫酸銅が溶けています。 では1 0 0ムの飽和水溶液の中には、失礼、ここイコールですね。何グラムの硫酸銅が溶けていればいいか。これ全体の水溶液。でこちら溶けている CUA 双方ですで。こちらも全体の水溶液足す CUA えで140対41個ずつ消して、あとは外掛けイコール仕掛けでいいでしょう。 14x イコールで,400であとは400を14で割ればいいのですが1回分数にするかで両辺を14で割って x イコール14分の400あとは400を14で割ればいいのですが2桁で割るのと1桁で割るのじゃ全然負担が違うので2で約分しときましょう2で約分せに7と200。 であったら、2 0 0七の計算です。二百割÷ 7を計算して、七二十四の六十の、七7五十六の四十の、えーっと、有効数字二桁でやるんで、ここはまだ計算の途中だから三桁にしておきましょう。五三十五の五十の、七一4、十九だから、えーっと、切らげて、二十八点六グラム。 28.6g のここで今分かったのは 28.6g の、えー、CUSO4 が必要ということまでここで分かりましたででこの CUSO4 が 28.6g 必要なのでこの CUSO45 倍の H2O は何 g 必要かここからまた改めて、えー、まず 指揮量を確認しておきますと、さっき一度やったから簡単に、こちらが160で、こちらが90で、全体で、えー、250でした。250。っていうのはいいね。えー、250でした。もしこっち、えー、っと、CUSO4、あ、いや、全体のこの CUSO45 倍の H2O が 250g あったら、その中の 硫酸はとということですですから、もし160グラムの CUSO4 が必要でしたら、この硫酸を誤水和物は250グラム必要だということですね。その関係で、日の式で、ここも日の式でいきましょう。どっちからも分かりやすいかな、こっちの方が分かりやすいかな。160グラムの硫酸度が必要だったら、250グラムの合水和物が必要。 で今、28.6g の硫酸度が必要だから、えー、必要な合水和物差は何 g かということで、この式になりますね。順番が合っていれば大丈夫です。合水和物、硫酸、あ、違う、逆ですね。硫酸度対合水和物、硫酸度対合水和物。だからもちろん、こっち、250の中に160だから、X の中に2 8 6その順番になっても全然 OK です。で、計算していきます。まあ、これまず、これとこれを。 ゼロで割っていいですねで外書きイコール内書きをしてから考えましょうそうすると 16x イコール 25×28.6 で前悩むところだけどまあ普通にやっていいですね両辺16でやって16分の 25×28.6 で25ってのはこの28.6とこっち偶数ですから相性がいいはずです掛け算してしまいましょう少なくても小数が払えますね で、28.6上に書いたら絶対楽なんで、5630の8540で43。そう、こういうふうにお渡す字消していくといいですよ。520で14。で、2612の8 2十6で17。2人が死で5。で、0511。ん待って。02612。2816。大丈夫か。えー。 71571516分の715となりますあとは715を16で割ればいいですね別の紙で715割る164、えー、個ありますね46264で75で5個はないか 4個あって4個あって4624の64110ででここね悩んだら5入れればいいです5630の80入りきるから絶対5以上ですね678ってまあここで75に移するから5入れて入りきるか超えるかだけ試せばいいですまあこれで45と分かりました答えは 45g ということになります